こんにちはアイロンワークスの寺田です皆さん突然ですがこういったフィッシングメール一度は受け取ったことありますよね実際のハッカー攻撃が日々巧妙化しています当社が開発した AI でその裏側をお見せしますまずハッカーはターゲットとなる企業の情報をウェブやダークウェブから収集し徹底的に分析しますこれらの情報を用いて従業員の弱点を見つけ 継続的に攻撃を行ってくるのですサイバーセキュリティ先進国である米国において昨年1年間で企業がこのような攻撃で受けた損失は4600億円グローバルではなんと4兆円もの被害が発生していますこの深刻な課題を解決するために我々は企業向けの超実践型サイバーセキュリティ訓練システムを開発しましたチームは イスラエルで次々とユニコーン企業創業者を輩出する国防軍のエリート集団8,200部隊出身のエンジニアと共に立ち上げましたシードラウンドで9,000万円の資金を調達日本市場を皮切りにグローバルでナンバーワンのプラットフォームを作っていくことを目指していますアイロンアックスの利用はシンプルです従業員情報を登録した CSV をドラッグアンドロップでアップロードするとシステムが自動で解析を行い E メメーーーールややスマトトフォンショートメッセージ SNS ですねこういった複数のベクトルで攻撃を実行していきますこれらの訓練を通して攻撃に引っかかってしまった従業員に対してはこのようにアラートを発出即座に教育レポートを配信この内容はサイバー攻撃に対する対抗策ハッカーの戦略そういった内容が含まれています。そしてこのの訓練の 結果はこちらのダッシュボードでで一目でご覧いただけますまた従業員がなぜ攻撃に引っかかってしまったのかアンケートで深掘りし原因を究明これらのデータを蓄積分析を続けることで最適な教育コンテンツを配信継続的にサキュリティレベルを高めていくことが実現できます。我々が実行するのは本気の標的型攻撃シシミュレーションです実際の事例をお見せします。 こちら私が今朝受け取ったメッセージですね「まあ、テックランチ決勝に進出して取材させてください」というメッセージが来たらこういったリンククリックしちゃいませんかこの裏側には冒頭お見せした AI が働いていますリアルタイムで情報を収集誰にどのような内容をどのベクトルで送れば攻撃が成功するのかこれをアルゴリズムが分析し成功確率の高い訓練を実行していきます実際導入済みの企業 AI が 社員総会がオフラインで行われたという情報を検出厚労省を装い COVID-19 の陽性者が出たので確認をしてくださいというメッセージを送ったところ100%の成功率を記録しましたこのように実践的な訓練を継続することで確実にセキュリティのレベルは高まりますこの数字が裏打ちです3ヶ月間アイロンワークスを使うことで 攻撃に対する防御率が93%改善しているのです導入 ID 数も順調に推移 7100ID を運用中で現在銀行製造業 IT 人材系の企業で導入が進んでいます利用中のクライアントやパートナーの声ですイスラエルでサイバーセキュリティ領域に特化して投資を行う VC のロバート氏 イスラエルでも類を見ない高度なシミュレーションと我々の技術力が魅力だというふうにコメントをいただいています彼らと連携して来年には US の企業と実証実験を進めていく予定ですまた横浜銀行の ICT 推進部担当部長の砂田氏は銀行で求められるレベルの高いレベルのセキュリティ訓練が実行可能また個別最適化された教育コンテンツと業務プロセスにフィットした UX が優れていて魅力的だとコメントをいただいております ビジネスモデルは重量課金型のサース、世界トップレベルのハッカーのサービスを月々たった十万円からご利用いただけます。我々が狙う市場は年平均十パーセントで成長する巨大市場。二千二十六年には二十四兆円の市場になると予測されています。日々進化するハッカーの攻撃に対して実践的継続的な訓練で組織力を高めて攻めに転じるサイバーセキュリティソリューションを提供する。 アイロンワークスがあなたの会社を守ります。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃもう素晴らしいプレゼンテーションだったんですが、早速ですが質疑応答です。じゃあ松本さんお願いします。あの素晴らしいと思うんですけれども、このイスラエルの人たちとこうやるようになったきっかけっていうか、まあ、どういうあれなことなんでしょうかあ。ありがとうございます。私が7年前にイスラエルに渡ってですね、現地を起業 現地で起用したというところがまあ一番のきっかけで、まあ、あのイスラエルの技術を使って世界に通用するサービスを作りたいという思いで片道切符でイスラエルに行ったんですがそこでまあコミュニティに入り込みまあ友人を作って4年前に共同創業者の CTO の5ーとは出会ってそれからまあ友人関係でいろいろディスカッションをしながら昨年このサービスを始め今年創業したという形になります。なるほど私ははイトととかいいいいろろ付き合いがあっって、はい、あのちょっとあの大変

たくさんの競合他社がいると思います。で、同じようなことをやらなくても、まあ似たようなことをやっているところ、その技術的な部分からですね、競合他社に対してはどのようにこのバックエンドで競合できるんでしょうか。ありがとうございます。一番の競合が USJ 上場している Novi4 というセキュリティアウェアスのスタートアップというふうに位置づけています。 彼らは4000億円程度の時価総額なんですがまあ基本的にはメール訓練をテンプレートで行うというようなことをしています我々はマルチベクトルでリアルタイムの情報を収集して本物のハッカーの攻撃を実現できるというポイントが最も大きなサービス化ポイントになっています、はい、大丈夫でしょうか、はい、OK <Thank you. S 2> すごいですね他にご質問ありますかまだ時間ありますじゃあ千葉さん ありがとうございます。ます素晴らしい内容だと思います。あのビジネスモデルが。 はい、あの教えていただきたいんですけど、基本的に s a ズ s なんですかね、どれぐらいのモデル、従業員ごとに ID を割り当てて、最低発行アカウント 100ID からで、1人月額1000円なので、月々10万円からご利用いただけるというところのボネルになっています1000円って結構高いじゃないですか、はいどうですか、お客様の反応はそうですねただ、既存のベンチマークの、あのー、サービスもその程度の価格帯で、まあ、ボリュームディスカウントはつけていきながら、例えば1万アカウントの会社さんはかなりディスカウントをさせていただくというところで調整をしていきます。なるほど 今現在、言語の対応って日本語、それ以外は、はい、日本語語と英語に対応していますこれって AI で、さっきあの結構、日本がずいぶん日本っぽいなと思って感動してたんですけど、あはい、英語だとその国ごとの,その AI 的な意味での文化のカスタマイズみたいなものあ,るあそうですね現状、ですねあの人力で作った攻撃と AI が自動生成したものを融合して使っておりますので、最終的には人間モニタリングして、あの本当にリアルな攻撃を実行していくというところをあの心がけています。 ありがとうございますま少し時間ありますが他にご質問は大丈夫でしょうかはいじゃあ以上となりますお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございます Thank you very much